始まりました。本日なんですけど、今日は発表会です。あれ、ちょっといい感じ。先日実家に行ったらリビングに変化がありました。リビング変貌いい感じ。先日動画にもしましたけど、お母さんも片付けのモチベーションが上がっているし、母のモチベが急上昇。少々少々少々ショータイムヒー。それでは早速発表会に行ってきます。まずはさらっとビフォーの映像といいますか、今年の1月1日に撮った映像をお見せします。はい、まずドレスを着たマネキン、帽子もおしゃれです。アユもいます。アユのパネルがあります。ソファーもありますね。その前に椅子、こたつもあります。こたつがあって、こっちもすごい森があります。森の前にはエレクトーン。カウンターにも物がいっぱい。椅子に服をかけ放題。収納の前に塞ぐようにパーテーションを置き、その裏には何があるのか、そして上には海。一回帰ろう、一回帰ろう。ダメダメダメ、逃げちゃダメ、逃げちゃダメ。今日は大切な発表会の日。片付けも面白い。今面白かった。よかった、うん、こんなにポジティブな発言も出ていました。今の実家、実家の変化ご覧ください。あれ、ちょっといい感じ。ハイチテン君でいい感じ。今日は大切な発表会。ちょっと大きく言い過ぎた赤いヒュー。いや、ヒアーとかじゃないから、モコちゃん走れ走れ、よしよしよし、よしよしよし。発表会とかちょっと盛りすぎた感はあるけど、いろいろな変化があった、今から突っ込んでいく。よしよしよし、よしよしよし。まずはこちら、森の前にあったエレクトーンが大移動。鍵盤の上には鍵盤のタオル。鍵盤を鍵盤、鍵盤を鍵盤、鍵盤チラ見えいい感じ。鍵盤を鍵盤、鍵盤を鍵盤。結構大胆に移動したね。こんな狭いところでやらなくてもいいじゃん、わざわざ。アユは絶対なの、アユは絶対。アユが先生でいい感じ。アユは絶対なの、アユは絶対。エレクトーンもわざわざリビングに置かなくてもいいじゃん、他の部屋でやればいいじゃん。あ、無理だ。このストーブの上に観葉植物を置くのやめてくれないかな。なんかすごく変。そしてそこにさりげなく人形を飾るのやめてくれないかな。なんかすごい変。まあ別に本人たちがいいならいいけどね。それでいいなら、はい、こちら。あ、ねえ、テーブル下見てよ。物をたくさん置いてるよ。足の入れ歯がありゃしない。初めて口にした言葉だ。ヒュー。いや、ヒヤーとかじゃないから。これどういう作戦、本当にわかんない。これに関して、これ絶対隠してるよね。なんかちょこちょこ隠してるよね。モコちゃんの立派な背中、モコちゃんの立派な背中。もう隠すぐらいなら手放せばいいじゃん、片付ければいいじゃん。絶対使ってないよ。暖炉風ヒーターの前に扇風機を置くのやめて、そしてテレビのあの位置に絶対人形を置くよね、実家って。そして逆にも置いてんのかい。なんかわかんないけど、お金置いてある、あそこ。お金だよね。ツッコミどころ満載、野村満載。はい、もうこういうところに隠すよね、ほんと。ソファーの影とかこうやって。ミッキー好きね。ミッキーとリラックマ好きだよね、ほんとに。ミッキーお帽子いい感じ。ねえ、ミッキー耳あるのに麦わら帽子無理やりかぶせようとしてない。耳あるから無理だよ、耳あるからかぶれないって。うちの実家は至る所に人形があったり、物が固めて置いてあったりしますね。これはね、まあ昔から変わってないんだけどね。やっとこっちのゾーン来れた。こっちもすごい変わってるよ。お分かりいただけるだろうか、モコちゃんも逃げたくなる恐怖。お分かりいただけるだろうか、モコちゃん逃げたくなる恐怖。なぜこの狭い場所にダイニングテーブルを出したのだろう。椅子の上を見る限りここには座っていないだろう。そしてこのテーブル、以前はしまわれていたんです。このソファーの裏に。本当にご苦労様、よく出したよね、本当に。そんなに力があるのなら、それもて担いで手放し行こうよ、ヒュー。こんな狭いところによく収納棚置いたね。漏れなく上は飾りましたね。そしてこの黒い椅子ってさ、前ソファーの前にあったやつだよね。よくもまあ入れ込んだね。絶対座れないよね。そして森のピロピロがさ、それに寄っちゃってさ、シワが寄っちゃってるよね、押し付けられてさ。ちょっと気づいちゃったけど、あれ、ちょっといい感じ。エアコンのとこガムテープで止めてる。風向きが変えれなくなってる。ほほほほ。よくない、これ、これよくない。よくな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 く、ヒュー。ほんとこのおもちゃのスイーツみたいの大好きね。この机に関しては本当にどかした方がいい。絶対邪魔。どこでご飯食べてるの。あっちも足入らなかったよね。これじゃお父さんお母さん2人で一軒家は広いと思っていたけど、なんか狭いのか。この2人にとって一軒家は狭いのか、日本は狭いのか。アメリカに行きなさい。68でメジャー挑戦。このカウンターの椅子にかけてある服さ、ずーっと
かけてない？1月1日に来た時から変わらずずーっとかけてない？何これボケ？僕のツッコミ待ち？ねえ、実家の変化すごいでしょ。今日発表会、皆さんどう？この発表会、今日は大切な発表会。ねえねえ、どうどう、もこちゃんもどう？もこちゃんかと思ったら違う。なんでよりによって似たような人形置いてんのよ。人形？犬形？怖すぎ怖すぎ怖すぎ、検診怖すぎ、新作ヒュー。うわ、電話の横すごい。あ、あれ、チラシが山積みだ。デリバリーテイクアウト、この場所アウトな気がするけれど、無比があれば問題なし。ヒュー、もう無比でどうにかして。お疲れ様でした。発表会いかがでしたか？最後は無比で丸く収まりましたね。いや、かゆみ止め、いや、かゆみも収まりましたね。片付けのモチベーションは上がっているようだけど、まだまだ少し不器用ですね。僕からも持ち物のことや家具の配置についてもね、気分を害さない程度にまた少しお話ししていきたいと思います。いやー、すごかった。でも無比があれば大丈夫。かゆみ止め。はい、今日の動画が参考になったよ。参考に？片付けのモチベーションがなぜか上がったよ。これよく言われるんだけどね。と、少しでも思った方は、グッドボタンで教えてください。よかったらチャンネル登録のボタンもポチッとよろしくお願いします。自分の家の持ち物の見直しも頑張っていきましょう。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。